関東一のし先日高校時代の友人と居酒屋で食事をしていた時のこと縁も竹縄楽しく料理を食べていたところ突然友人の一人が「おこれはなんと見事な関東一のこし」と叫んで真ん中にあった食べかけの料理の皿を写真に撮り SNS にアップするではありませんか。 なんと一残し？何それ？聞いたことないよ。日本語教師としての血が騒ぎます。友人の解説曰く、飲み会などで大皿の料理をみんなで分けて食べるとき、最後に一個だけ残ってしまって、それをなかなか誰も食べない状態を言うとのこと。確かに真ん中に置かれたお皿には。 いろいろな種類の焼き鳥がすべて一つずつ残っていました調べてみると宴会の料理の最後の一つを遠慮して誰も手をつけない関東人の気質を言うとのことで昔からある言い回しだそうです確かにこういう状況はあるあるですねですが関東一残しまたは一つ残し という言葉は初めて聞きました。まだまだ日本語は奥深く、そして面白いです。